エビにはエビ専用のカレーを使わなくっちゃ。ハウスデリシカレーは、ビーフにはビーフの味を生かすビーフ専用のカレー、ポークにはポーク、チキンにはチキン、エビにはエビ、それぞれのお肉の美味しさを引き立てる初めてのカレーです。今日はエビにしました。いかが？うん、エビが生きてますな。お肉の美味しさ引き立てる、とってもデリッシュ、ハウスデリッシュカレー。